なご法度なんぞ写楽せえと江戸の男の心意気の名乗りだ。寛政6年江戸、144点の浮世絵の至宝を残して風のように消えた写楽。髪型の女は怖いかね。スカッとすら。江戸はいいね。その年1794年日本のルネッサンスが咲き乱れ、そして散った。お気に上げ代わりにご忠告申し上げましょう。せっかく持ち直した新種を夢夢役者絵なんぞでお潰しなさるな。上玉のお前さんをあげたいって男が多かろうが、私は誰にも譲らないよ。一本立ちして初めて取る客は私さ。今度の役者絵はその歌丸をねじ伏せるだけのものはなくちゃならねえんだ。抜け抜け抜け抜かれーか。やらせ。絶頂歌丸と謎の写楽、その際を浮世にばらまくメディア王版本蔦屋。やらせます。そのうち誰もが写楽で脳手跡とやめつきになるさ。ああ当主祭だ。けっしゃらせ。どこだろうとこいつに言ってやらなきゃ収まらない。エロスとロマンスの狭間で日本芸術史上最大の謎は浮き彫りになった。やはりおめえが写楽だったのか。平成の浮世に送る江戸写楽性エネルギーの映像美学、写楽。